ストリゴラクトンの一般化学構造ストリゴラクトンは植物から得られる一群のラクトン構造を有するカロテノイド誘導体で分子を抑制する機能を持つ。はじめ半規制植物のストライガストリガ属の発芽を誘導する物質として発見され命名されたが、その後白いヌナズナやコケ植物などからも発見されている。コケ植物やシダ植物も含めた 陸上植物の80%と共生関係を結んでいるとも見積もられているアーバスキュラー菌根菌の菌種を呼び寄せて共生を促進する作用カリ菌と関係を持ち発芽促進作用を有することなどが発見されている以上の整理作用の組み合わせからストリゴラクトンは臨血棒条件下でアーバスキュラー菌根菌との共生を促進することで リンの獲得に努めるとともに植物体の分岐を抑制して臨消費の節約を図る情報伝達物質だと考えられており、これが非菌栄養型植物でアーバスキュラー菌根菌との共生能力を欠く、油中の白いヌナズナにおいてもストリゴラクトン生産形質が発現している理由だと考えられている。また、ストライガのような浜ウツボカキ生植物は、 アーバスキュラー菌根菌を呼び寄せる信号を利用して、宿死探知に役立てていることになる。ストリゴラクトンの分子抑制作用については、アフリカを中心に作物に多大な被害を与えているストリガ属の防除法開発につながる可能性がある。以下に、ストリゴラクトン類の構造を示す。植物において、ストリゴラクトン類は二重需要体、下水分解酵素タンパク質。 ドワーフ14によって認識される。劣った気質代謝回転を持つ過水分解酵素であるとみなされているにもかかわらず、無傷の触媒散残期が本タンパク質の生物学的機能のために必要である。いくつかのモデルがリガンド認識における触媒散残期の関与について提唱されてきた。速度論的結果は無傷のストリゴラクトンがシグナル伝達カスケードを指導させ、 その後に、ストリゴラクトン分子を不活性化する最終段階として、加水分解が起こることを示唆している。ありがとうございます。